北さんお元気ですか？元気です。最近はソルフェッジをゼロから考えようの動画を作ろうかなと思って、昨日はなんだっけ、ドレミのキレについてやったんですが、北さんってソルフェッジ得意でしたか？すごい大学受験と大学生の時にやってたんですけど苦手ですえ、ソルフェッジとか超音とか習ったりしたんですか？あ、やりました、やりました。超音もやって、高校でも歌って交流部分もやって、なんかすごいいろいろやったのに結局苦手なままですそうなんだ結構ピアノ弾けるからあれなのかな、得意そうなのかな、まあ、今日はちょっとコンコーネの紹介をしようかなと思いましたが、コンコーネって何ですかって知ってますか？コンコーネって何？コンコーネさんが作った声楽家のための練習曲。そうそうそう、まあ、ざっくりとそんな感じですまあ僕の今手元に持っているのはこの畑中亮介さんって、全音出版の版の畑中亮介先生の版ですが、僕の世代だと有名で、僕の上より前の先生で、だいたい畑中亮介先生の門下だった人も多くて、まあなので、まあ、すごく有名な、10年前ぐらいしかなくなったの。そうですね。近くは忘れましたけど、はい、古先生っていう。まあ、今日練習曲の解説1個ずつ書いてあって、今日は藤田さんに適当っていうか、歌いそうだったら2曲くらい歌ってもらおうかなと思うんですが、1番と28番をちょっと歌ってもらおうかなと思うんですが、これ練習曲の解説書いてあります。1番、最初の2小節と次の2小節の間に聖句の転記が要求されています。もしこれをチェンジすることなしに3、4小節を歌うと、上の方の音が突っ張って動きの取れない声になってしまいます。 A の音でディミネントは初学者には困難であるかもしれないが、美しいフレーズを作るためによく開かれた喉とよく混ぜられた息と声の柔らかさが必要なのであるっていうふうに書いてあります。ハンドルが上がりますねさあ歌ってもらいましょうかはい、28番は音符の歴史、これ歴史の時点、時間って何て読むんだろう、音符の歴史を正確に守りながら、しかもテンポの顎を聞くを学ぶ良い例だから、教師は楽に指定された記号を見落とさないで忠実に守らなければなりません。3段目の F ドアに入る1小節前のラレンタンドはどれくらいにすればよいかということを前もって計算しておくように、また次のページのリタルダンドも同様である。続く3段目のアリマートとリテヌートのバランスもよく考えなければ、不自然な誇大されたものになりやすい。終わりの楽器は17番の終わりを思い出すがよいと書いてあります、はい、これコンコーネ、多分コンコーネ自体の作品楽譜はもうとっくに昔にもちろんこの著作権は切れてるように思うので、また IMPG にあるような気がするので、ありました、 あるんだ、ありました。後でその藤田さんの右の方に楽譜を出しながら僕たちの動画を出すっていう形式を取ろうかなと思いますけどこの畑中先生の解釈はここの本にしか書いてないと思いますね、うん、まあ今もっと高いんですよね。僕のこれ いつ買ったか分かりませんけど、定価750円って書いてあるけど今1000円超えてた気がします。そうですね、これ2000、あ、でも2002年の場合1000円超えてるかもしれません。税金って書いてある。900円とかなんか買った記憶があります、私。はい、じゃあソドレミレドソラソレドソミファソ、ドレミレドソラソレミドシソファミラシドシラソラシソミミシドレミラシド
収のとこにどうやって歌うんだって書いてくれてると全然何目安がなくても、まあ、やろうと思えば先生にそれはどうやるんですかって聞いたらいいかもしれません、ね、うん、ちょっと試しに2番も行ってみますけど、2番はちょっと軽く、まあ、今もここまでの動画にするか2番をちょっと使うか分かりませんが、2番はここではクレッシェンドとディミネンドの訓練が課題です。声を横隔膜で支えてのクレッシェンドとディミネンドは相当難しい。これは初学者のほとんどが胸を固くして喉でクレッシェンドとディミネンドを作ってしまう傾向があるからですっていうふうに書いてあります。さあどうでしょう、やってみましょうか。2番です。まさにさっきさとみさんに歌ってもらったさとみさんクレッシェンドができないって言いましたけど、さとみさんが歌った方が練習動画になるんだよ。その
ハソラシドで練習してた方が多分今みたいな練習にもなると思うので、そのデクレッシェンドクレッシェンドっていう問題以外にも、それができなかったらまずアイウェオでやってみるっていうのは一つの手かもしれません。はい、別の動画になってるかもしれませんけど、先ほど藤田さんにコンコーネをちょっと歌ってもらいました。なんかそう言われてみると、コンコーネのさっきに課題に書いてあったのもいくつか見事に出てくるなって思うの。まずミのあたりでチェンジがあるでしょ、はい、なので、まあ、チェンジって難しいので、まあ、何歳になっても多分課題だと思う。ちょっと特にソプラノ藤田さんもちょっとミじゃなくてもうちょっと低いところにチェンジがあるって言ってるし、なのでミから上の質とし何、うん、そこから下の質が一緒にするのがちょっと難しそうなのと、見事にデクレシェンドとクレシェンドが書いてありますが、めちゃくちゃ書いてありますね。さあ、ちょっとそこら辺を課題に今一度ちょっとやってみましょうかっていうのは難しい。で、最初、おでした。おって僕も難しすぎて、思ったよりも、そういえば僕の知ってる先生、まあ僕が聞くと声もっと前に出せ、もっと前に出せってしか言わない先生で、本当に前しか言わないのかなと思ってたら、僕が言ってた時ももっと前にって言ってたんですね。やっぱりもっと前にしか言わないんだと思って、でその先生のお葬式の時に、あの先生もっと前にしか言わないよねって言ったら、いや俺もっと後ろって言われましたその先生はもっと後ろとか言うことあんだとか、まあ、なので前すぎても後ろすぎてもいけないんじゃないかと思いますが、いずれにしても、おもちろんこの前も何仮レッスンじゃないけどちょっとやったけど、もう一つのちょっと課題、お腹をすくし、何体中を意識して出てみましょうか。さあ、はい。感が低い音だから物理的にちっちゃくなってるように聞こえますけど、はい、うん、多分もうちょっと感はたっぷり歌ってほしいんじゃないかな。感とに向けてデクレシェンドだと思うんですけど、まあ、これ難しい、そうやって考えると案外難しいかもしれない。さあ、その先3、
さっきのと違って、ピアノ、まあ、さっきのと同じか。どうやってクレッシェンドにしていくんですか？今のはちょっとルーンを出しすぎたんですけど、最初の出だしを細めにピアノで入って、そこからこう音は下がるけど息の量を増やして勢いを増やしていくみたいな感じでクレッシェンドに。まあ、藤田さんの頭の中では多分息の量を増やすってイメージなんでしょうけど、うん、息の量を増やしたらシャーってなっちゃう。おーってなるから、本当は多分ね、息の量を増やしてるんじゃないんだと思いますけど、藤田さんの頭の中ではそれを息を増やしてるって言うんだと思いますけど、ね、多分見てる人が息を増やしたらシャーってなっちゃう。まあ圧力を増やすんですよね。圧力か。息の量をシャーって増やしたらシャーってなるから、ってなるから。それだと、ミヤーイだから、ミになった瞬間にもうデクレッシェンド終わってる音に聞こえるから、ノーテラマピミヤーイ、ミでやろうか。指示通りかもしれない。そこまで厳密に歌ってる人っていないような気がする。さあ、一応今日は発声コーナー。さあ、はい、浅すぎませんか？今だとキー、どこまでピアノなんですか？キーメロよ。ちょっとこう、なんか深くしておこうか。引っ込んじゃったけど、なんとかそのまま行こうか。どこまでって、バンまで。決めろよ、決めろスローリアエバンと。決めろグローリアエバンと。リアエもなんとかそのまま行こうか。解釈して練習しても色々結構練習できるもんだなと思います。で、その先さんも、はい、その下がるけど引っ込まないでほしいんだと思う。オールペルじゃなくて、オールペルモーテスタン、なんとか下まで。瞬間にクレッシェンド、でクレッシェンド終わってるように聞こえるから、
強くすっていう一言。もうちょっともう一回歌ってみましょうか。で、今日は、まあ、さっき藤田さんは横隔膜をどうにかしてるって言ってましたけど、横隔膜の説明はまあ別の時にもやってるし、なかなか難しいので、まあ、今日はイメージだけ。藤田さんの声の場合は、ちょっと、何ピアノで入る風に時に浅く当ててるのをちょっとずらしましょうっていうのをちょっと細かくしました。ちょっともう一回歌ってみましょうか。今日はコンコーネ風。後で里美さんにも歌ってもらいましょうか。伴奏弾きます。